こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりし、はい、お久しぶりと言っててもあれなんですけど、これこういうふうにしていつもあのスタートするので、はい、名前を教えてください。名前は樋口真嗣と言います。仕事は、はい、仕事は映画監督とかしてますね。樋口さん、もう知り合ったのが、僕キャシャン撮る前2002年ってことですね。それぐらいですよね。10年前ってこと？もうかれこれ10年の付き合いとか嫌ですよね。わ嫌だね。早いですね。その時にコンテを書いていただいて、伝説のそのコンテのとこだけ褒められちゃうんですよ、あの作品は。いつまでだってまだコンテは樋口だからみたいなね。じゃあちょっと樋口さんがのこうなんていうかな、今に至るまでっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんですけど、生まれは東京です。あ、そうなんだ、それすら知らない。東京のどこなんですか？東京の新宿のね、川田町っていう、昔フジテレビがあったとこの近くだ。あ、そうなんだ、それ の何人兄弟とかあるんですか？兄弟は俺が一番上で、3人兄弟、男ばっか3人。あ、そうなんだ、長男なんだ、見えないでしょ。見えないでしょ、全然違うとね、言われるんですけど。あ、そうなんだ。お姉ちゃんがいるとかよく言われるんですけど。あんま関係ないですけどね。それで、そこで生まれて子供時代、今いくつでしたっけ？今45です。45です、1965年です。5年生まれ、じゃあ俺が今43だから、まあ同世代で、で子供の頃ってどんな感じだったんですか？何見て育った？何って、まあ普通にテレビなんですけど、意外とそのテレビ見てると怒られるような家庭ってあるじゃないですか。見るとバカになります、バカになるから見ちゃいけません、ざますみたいな感じだったんで、あまり見せてもらえないのをどうやって親の目を盗んで見るかとか。あ、そうなんだ、ね、そういう子供でしたね。どんな番組見てたの？まあ、普通にだからあの頃だからウルトラマンとかなんですけど、ウルトラマンとかも見れないわけですよ。なんで？見ちゃいけませんみたいな。またそんなもん見てみたいな。そんなざます系のお家なんですか？なんか結構厳しかった。あ、そうなんだ、ね、へ、ただ見たいところって怪獣もんにしてもやっぱ怪獣が暴れるとこは見たいわけじゃないですか。あ、そうだね、そうすると30分の番組の中の前半の最後の5分ぐらいは絶対出るっていうの。CM 前の引きで必ず怪獣が出たみたいなところで、そこでちょっと派手めな絵があって、で CM で、でまたその後こうグダグダあったってっていうような、その時間さえ見ればどんな怪獣が出たかだけは分かる。なるほどね。っていう悪知恵をつけて、なんとなく、まあ嫌ですよ、幼稚園児ぐらいなのに。そういうなんていうんですか、幼稚園児がそうなんだ。いや、なんとなくこう、あ、見つけるわけですよ。もうじき出るみたいな。でもずっと他のなんか1チャンネルかなんかの番組流れてるんだけど、親の目盗んでガチャガチャって帰って、あ、出たみたいな。でも出たらもうガチャガチャ戻すみたいな。エッチな番組見ちゃうみたいな感じね、夜中にね。そうですね、もう本当あれと同じで。あれと同じ感じね、親の目を盗んで。なるほど、じゃあウルトラマンなんだ、アニメよりも。そうです、アニメは全く見てなかったんですよ。あ、そうなんだ、多分一番最初に見たのね、ウルトラシリーズと。それみんなあるじゃないですか、そういう時に、何を見たかでその、ね、世代が分かる。分かる分かる、で俺でそれでいくと俺ファイトなんです。あ、何それ？知らないでしょ。知らない、何それ？ウルトラファイトって言って、要はウルトラマンとウルトラセブンの、それこそ怪獣が出てくるところだけを編集して、あの野球の実況放送みたいな。何それ？入ってっていう5分ぐらいの帯番組があったんです。知らねえ、そんなの。月曜から金曜までの夕方の6時55分からっていう、刺身じゃない、あのお寿司でいうところの、トロだけみたいな。あ、そう、ご飯抜きみたいな、 AV のいいとこ取りみたいなやつ、総集編のピックアップだけみたいな。へで、それを見て育ってたんで、やっぱ多分偏ってるんですよ。何が？なんかそのなんか人間が出てるとことかよりもなんかそういうとこばっかり、ね、やっぱそこが好きなんだ。ね、好きっていうか与えられたものがそればっかりとか、そこなんとか隊員が出てるとか、うん、そう、あんまりね、ちゃんと見てなかったみたいな。なるほどね。